指先を鍛えるスナップボタンの遊び。皆さんこんにちは、アンです。まずはこれ、お花を外したりつけたりする花かごの作り方。縫わずに作れます。まずはフェルトをお花の形にカットします。大体でカットしています。味があっていいですよね。手作りのハードルが下がればいいなと思って、できるだけ簡単にを心がけています。小さいお花はつまみにくいので、より指先が鍛えられます。いろんなサイズで作ると面白いですね。はい、切れました。ざっくりです。ではボタンをつけます。で、穴を開けるので、コルクマットがあると便利です。これは100均で買いました。キリなどで穴を開けます。こんな感じでグッと刺して開けます。で、刺したら穴を広げていきます。フェルトを引っ張って回す感じで開けます。穴が開いたら、これが便利なんです。ダイソーで買いました。はめるだけでできるんですよね。これがワンセット。で、穴に上と下から挟む感じでつけます。で、これ結構力がいるので、机などに置いてぐっと力を入れるとやりやすいです。はい、こんな感じで簡単ですよね。で、次はもう片方につけていきます。で、コルクマットがなくてもね、そのままでも開けられます。ただ手は刺さらないようにお気をつけて。で、穴が開いたらボタンをつけて、これで完成です。お花をつけて遊べます。簡単ですよね。で、ここはカットしたフェルトをボンドで貼っただけです。あと、買うだけでも楽しめるのがこれ、100均で買ったネームタグです。名前を書いてカバンにつけるものですが、スナップボタンの練習にも便利なんです。そのままパチンとするだけでもいいですが、輪をつないで遊ぶのも面白いです。輪つなぎ、こんな感じでできます。花柄が可愛いですよね。これはセリアのです。続いて、スナップボタンの練習につながるおもちゃで、ボタンみたいなんですよね、動きが。プレートの穴にはめて自由に描いていくっていうおもちゃです。構成遊びですね。で、あとパーツが細かいので食べないように注意です。対象年齢は3歳からとなっています。で、これが3歳の娘の作品、こっちが6歳の息子の作品です。成長に合わせてこの構成していくやり方も変わっていくので、長く遊ぶのが楽しいおもちゃです。はめるだけっていうところからパターンを作っていく、こういう変化を成長に合わせて見ていけるのも面白いです。パーツはセリアの箱に収納してます。プレートは柔らかい素材なので、ハサミでカットして好きな形で楽しむこともできます。ぜひ取り入れてみてください。見ていただきありがとうございました。ではまた。